カッキーン。さて、本日もアニメレビューの時間です。2020年春アニメも終わり始めましたね。延期になっちゃった作品も結構あるけど、そんな中でも最後まで放送した作品は貴重かもしれないね。夏アニメは大丈夫なんやろうか。いろいろとアニメ業界も心配だけど、明るくレビューしていきましょう。ん、ということは、褒めまくるってことですか？あ、ごめん、気分的にって意味だよ。くさ。そんなわけで、今日のレビューはこちら、玉読みだよ。おう、これはキービジュアルの時点で野球アニメってのがわかりますね。女子が野球をするアニメっていうと、最近だと8月のシンデレラ9なんかが記憶に新しいよね。ああ、懐かしいですね。内容は、龍さんは割と評価してましたよね。ただ、作画が、って感じの作品でしたね。まず言いたい、なぜ女子野球アニメはこうなってしまうのか。これは、もはやジンクスになりつつあるのでは、と。まさか。1話から作画がやばい、一歩間違えば溶けてしまいそうな不安定さを抱えてるんだ。ぬ、これはギリギリですね。というか、キャラデザもなんか古くないですか？原作は漫画タイムキララフォワードで、連載中の漫画作品なんだけど、原作は、キララっぽさを感じる可愛らしい絵柄なんだ。あら、可愛い。だけど、アニメだとこうなっちゃう。ぬ。2020年のアニメっていうよりは、2000年代前半のギャルゲーアニメのキャラみたいな雰囲気が、すんごい漂ってるんだよね。ああ、なんか、キャラデザがシンプルに古臭いんやな。可愛いと感じにくくて、なおかつ作画は不安定。しかも、試合になると CG まで使ってて、すごい違和感があるんだよね。普段のキャラクターたちの作画と、試合中に使われることの多い CG の作画が全然違って、変な違和感が生まれちゃってるんだ。もったいないですね。相当スケジュールもきつかったみたいで、海外の方が納期スケジュールが早くて、海外で配信された方の作画はさらにひどかったみたいだね。これはあかん。もう溶けとる。日本で放映されたものは、海外で放送されたものより少し直って入るんだけど、それでも真剣な試合中に作画が崩れないか心配になっちゃうほど作画が不安定なんだ。特に8話のこのシーンは思わず笑っちゃったんだよね。更新してるシーンですよね。特にそんなに崩壊してる感じじゃないですけど、これ実際の8話をぜひ見てほしいんだけど、手と足は動いてるんだけど、頭の位置と顔が一切ぶれないんだ。くさ、北朝鮮の更新みたいな統率さやな。作画に関してはもう本当にもったいない。投球フォームとかモーション自体はしっかりしてるから余計にもったいないんだよね。動き自体はええんか。惜しいですね。あとこの作品地味なんだよね。地味？よく言えばこの作品は真面目に野球を描いてるんだ。主人公は中学校まで野球をやってたんだけど、とある理由でやめちゃったんだ。入った高校の野球部は問題を起こして活動休止中で、部員も2人しかいない。そんな中で主人公は幼馴染に再会して、もう一度野球をすることになるんだ。ああ、この体の部活者としては結構ベッタベタな始まりなんですね。良い言葉で言うなら王道だけど、1話はキャッチボールをしてるだけなんだ。主人公は、実は、魔球、まあすんごいよく曲がる球を投げられるんだけど、中学時代はキャッチャーがクソでキャッチしてもらえないどころか、もう魔球投げんなと文句まで言われちゃったんだね。野球は、チームプレイやからな。しゃあない部分はあるかもしれへんけど、主人公の実力が出しきれんのはかわいそうやな。主人公の中学時代を回想で描きつつ、幼馴染がかつてのように主人公の球を受け止めてくれる。丁寧に主人公のキャラクターを描写して、もう一度野球をやるって流れに持っていってるんだ。なるほどなるほど。王道だけどちょっと地味さは否めないですね。だけど同時にこの作品でやりたいことが見えてくるんだ。この作品はキャラの可愛さよりも野球を描きたい。野球をしっかりと軸に据えた作品なんだ。だからきちんと練習をする。一人一人のキャラがどれくらいの実力なのか練習をし、野球を通じてキャラクター同士の関係性を描いて、そこに信頼関係が生まれる。部員も割と序盤であっさりと集まってチームとして形になっていくんだ。おう、作画は確かに問題で地味な感じはありますけど、なんかその地味さが逆にいい感じの王道感を出してる雰囲気もありますね。この作品は美少女がいっぱい出てくるキララ系だけど、どっちかといえば大きく振りかぶってとかメジャーみたいな王道の野球アニメを見ているような感覚なんだ。ご覧の通りキャラの体格もしっかりしてて、このキャラデザもこの体格に合わせてアニメで野球の動きが入るように調整されてる部分はあるんだと思う。古臭さは否めないけどね。前向きに捉えるとそうかもしれませんね。というか足の描写はガチやな。これはスポーツやってるこの足や。ただその試合も問題なんだよね。4まで他校との初めての練習試合が行われるんだ。作画以外のどこに問題が？これ後で知ったんだけど、練習試合の相手はライバル校でもあるんだ。そんなライバル校との試合、
初めての練習試合っていう序盤の最大の盛り上がりがなんかダイジェストみたいになってるんだよね。主人公が試合中に過去のトラウマを思い出して克服したり、強豪校との試合の中で今の自分たちの実力がわかる。ライバルキャラの掘り下げもほとんどなくて、なんか強いってのはわかるんだけど、ほとんど印象がつかずにサクサクっと試合が終わっちゃうんだよね。なんやそれ、せっかく野球部分は面白そうなのに、それがサクサクってなんかもったいないですね。演出の弱さもあるんだろうけど、なんか本当に盛り上がらずに地味なんだよね。でも練習試合の後の練習は面白いんだ。練習試合を通して自分たちに足りないものが分かって、自分たちの問題点、伸ばすべき部分を見据えて練習をする。決して没合主義じゃなく、一人一人のキャラの技術を伸ばしていくんだ。すごく真面目な作品なんやな。真面目すぎるのかもしれへんけど。そうだね、いわゆる遊び心みたいなのが足りない部分はある。日常会みたいなのもほとんどないし、ひたすらに野球に打ち込んでるんだ。水着会とか温泉会とかはない。そんなのに作画のリソースを避ける余裕もない。世知辛い作品や。この作品1クールっていう尺もかなり厳しかったんだと思う。原作のここまでをアニメ化するっていうのは決まってて、その中でどういうストーリー構成にするか、おそらくだけど序盤から中盤までの試合がややダイジェストチックになってるのは苦渋の判断だったと思う。そうしないと終盤の試合がきちんと描けない。ほう、終盤は違うんですか。うん、作画は最後まで相変わらずだけど、それまでほとんど1話で描いてきた試合が終盤の試合は10話から最終話まで3話も使うんだ。くさ、露骨に最後の試合だけ優遇されてるじゃないですか。1打席ずつ、打席に立ったバッターの心情、キャッチャーの心情、ピッチャーの心情、それぞれの心理描写を本当に細かく描いて、じっくりと野球の試合を描いてるんだ。試合が進めば進むほど緊張感が生まれる。相手は強豪校、采配一つで流れが変わり、そんな流れの中でキャラクターも葛藤するんだ。技術力がなかったり、空気感に飲まれてしまったり、自分たちのダメな部分を痛感しながらも彼女たちは必死に食らいつく。おお、作画はなんかあれですけど、ちゃんと野球として面白そうじゃないですか。そうなんだ、序盤から中盤まで築き上げてきたもの、チームとして培ってきたもの、一人一人がここまでやってきたことが終盤で生かされる。相手は強豪校だからこそ、主人公の決め球が通じなかったりもする。采配通りにいかないこともある。試合中にくじけそうになる子もいる。彼女はある意味で主人公より主人公をしてるんだ。どういうことです。彼女は野球が大好きで、技術力はそこまでないんだけど、野球選手の太ももや手を触ってどんなバッティングをするか、どんな球を投げるのかが分かったりするような子なんだ。野球好きの変態ってことですか。彼女のコーチング、育成方針があるからこそ、チームが育って強豪校とも戦えるようにまでなったんだ。だけどそんな彼女の采配が最後の試合では彼女の思うようにいかず、自分の生徒自分を責めるんだ。ああ、そんな責めんでも。だけどそんな落ち込んだ彼女の背中を押してくれる仲間がいる。彼女のおかげでここまで来れてきたんだと、終盤でキャラクター同士の関係性にちょっとうるっとくるんだよね。キラララしいユリっぽさ出てきましたね。試合中に自分の技術力のなさを痛感する子もいる。だけど落ち込んだりしない。もっと練習しよう、もっと結果を出せる選手になろうと、全国大会に行く夢を彼女たちは強く抱くんだ。この終盤の試合の心理描写は本当に秀逸なんだ。試合の中でドラマがあって、キャラクターたちの心理描写が際立ち、一人一人に愛着を持てる。最終話の試合を見て初めてこの作品を面白かったと言えるんだ。なるほど、最終話まで見て初めて面白さがきちんと伝わる作品なんですね。そうなんだよ、だからこそ本当に作画がもったいない。1クールという制限の中で序盤から中盤まで盛り上がりが薄くて、試合がややダイジェストになるのは本当に苦渋の判断だと思うんだ。でもその判断があったからこそ、1クールで終盤の試合をきちんと描けるだけの尺を作って、その終盤の試合が本当に面白くて、この作品の魅力が伝わる試合になってるんだ。1クール制限の中で制作側の苦労が見えるってことですね。だけど作画とキャラデザに関しては擁護できない。古臭いキャラデザは本来のキャラの可愛さを感じさせないし、作画は終始不安定。なんやねん、この取ってつけたようなメガネ。 CG による描写もぬるぬる動くけど違和感がすごいし、序盤から中盤までの地味さはあるけど、作画がもっときちんとしてればこの作品はもっと多くの人に受けた作品だと思うんだ。最後まで見れば面白かったって思えるし、続きが気になる。原作も読みたいと思わせるだけの面白さがこの作品にはあるんだけど、作画が本当に大きく足を引っ張った作品だったよ。8月のシンデレラ9も作画はあれやったけど、内容は面白かったもんな。なんで
同じ野球アニメで同じ鉄を踏むんや。一言で言えばもったいない作品だったよ。ちなみになんだけど、このテーブルの真ん中に乗ってる料理って何なのかがものすごく気になってるよ。ドーナッツ？いや、でもなんか野菜取り囲んどるし、黄色いのはポテト？唐揚げ？なんやこれ。おそらく一生謎のままだね。この謎の料理の正体のためにもきちんとした予算とスケジュールと尺で2期見たいところやね。じゃん。